カジキの子です。皆さんはね、スピード違反とかシートベルトの着用義務違反で反則切符って切られたことありますかね？実は反則切符ですか、減点はされるんですけども、支払い自体は任意なんですよね。反則金を払うことは任意というふうにこのブログには書いてます。では本当にそうなのかなってことを、切符の文面を見て判断してみましょう。ここ見てください。反則金を納付しなかった場合、反則金の納付はあなたの任意ですが、要するに払いたい人は払ってくださいということなんですよね。所定の期限までに反則金を納付しなかった場合は、表記違反事案について反則金不納付事件として刑事訴訟手続きまたは少年、手続きが処理されますと書いてますよね。ところがですね、これ反則義務がないというふうにここに書いてある以上、まあこうやって脅してますけども、反則金不納付として、まあ実際にここにね、そういうふうな事案で有罪起訴になる可能性はないと言えるんではないかなという感じですね。ここに書いてますから、任意と書いてますからね。皆さん、反則金は払うのは任意でございます。払うも払わないも自由です。ただしですね、減点はされますんでね、減点はされますんでお気をつけください。余談なんですけども、反則切符を切られた時にサインするかどうかもあなたの任意です。サインをしなかったらそのまま逃げ切ることができるそうですね。でもね、違反したらやっぱり減点はやっぱり差し出しましょうね。そこはずるくいかないようにした方がいいと思いますんでね。まあ警察ってのは事故を減らすためではなくて、ポイントを稼ぐために取り締まりやってますんで、中にはね、意識の高い方で自分の成績とか関係なく交通事故の危険を察知して、やっぱりね、先回りしてやってくださる方もいますけども、やっぱりね、警察だからって言ってね、綺麗にやってるかどうか分かりません。やっぱり人のやることなんで。でもそこをつけ込んで自分の違反を見逃してもらおうっていう理論は組み立てないでほしいと思います。今回のテーマは、反則金を支払わなくてもそれは自由なんで、任意なんで、全く有罪になる可能性がないと、起訴される可能性もないということを、知りましたんで、皆さんにご報告したいと思いました。では失礼します。